ニコニコユーザーの皆さん、こんばんは。ニコニコ代表栗田重隆です。エンジニア代表の鈴木圭一です。2020年ニコニコをご覧いただきましてありがとうございました。今年もこの2人が皆さんと一緒にニコニコの1年を振り返っていきたいと思います。では早速見ていきましょう。2020年のニコニコをデータで振り返ってみましょう。今年投稿された動画の合計時間は13億9613万6092秒。すべてを見るためには44年98日23時間34分52秒必要です。2020年に再生された動画の再生回数は80億457万4145回。マウスのクリック耐性回数でいうと新品のマウス80個がその生涯を終えます。今年コメントされた数は14億8307万9741個目。1コメント1粒換算でおにぎり59万3231個分です。ニコルされた数は48万1582回。千葉県松戸市の全員が同時に1回ニコッとした数と同じくらいです。2020年に生えた草の数は150万5263本。集まれ動物の森で隙間なく草を植えた場合に約350の島が草で埋め尽くされるぐらいの数です。8一文字を1回とした時、2020年にニコニコで送られた拍手の回数は1億5998万1794回。1万人が1時間拍手をし続けるくらいの回数です。次に利用時間帯の推移を見ていきましょう。新しい生活様式にもかかわらず利用時間帯とそのボリュームは前年度と完全一致。ゴールデンタイムは夜9時から0時までです。変わらぬご愛顧ありがとうございます。利用年代別の割合も変わらず20代30代の方が多いようです。次にジャンル別再生数のランキングです。動画はゲーム、音楽、サウンド、エンターテイメントの順に多く、生放送は一般、ゲーム、ジャンル設定なしの順でした。雑談放送が多いようです。アツマールと静画のランキングは表の通りです。最も使われた動画のタグはゆっくり実況プレイでした。動画ではゲームが人気があるようですね。新型コロナウイルス流行の影響によりライブイベントの中止や延期の決定が相次ぐ状況に対応すべく、ニコニコでは生放送機能でライブイベントや野球中継を支援。無観客生放送の総番組数は232番組ありました。ニコニコの大体全部を地上に再現するニコニコ超会議。今年は超会議の大体全部をネットに再現しました。開催までたった2週間で企画のすべてを練り直し開催した春の超会議は1638万1426人。続く夏の超会議は1773万8806人にご来場いただきました。ユーザーの皆さんによって作られたコンテンツもたくさん生まれました。また期間中オンラインで同時に乾杯した最多人数のギネス記録にも挑戦するなど、ニコニコ運営とユーザーが一丸となって大きなお祭りを作り上げることができました。来年も何らかの形で皆さんの楽しめる場所を作るので、一
待して待っていてください。これからもどうぞよろしくお願いいたします。ネット町会議の期間中にあった超ニコニコインフォをきっかけに今年始まった週刊ニコニコインフォ、ユーザーの皆さんと出演者が交流できる番組として、毎週多彩なゲストをお迎えしたトークやニコニコの新しい情報を交えながら週刊にこだわってお送りしています。ニコニコネット町会議でのボカロ作品投稿やカテゴリの盛り上がりを受け、ニコニコネット町会議のボカロカテゴリ版としてスピンアウトし、視聴して楽しむだけでなく、さまざまな形でクリエイターを応援できる企画にしました。ボカロ文化に慣れ親しんだユーザーの皆様や、楽曲制作をしているボカロ P などのクリエイター、そしてボカロにまだ出会ってない人々が出会い、交流し、それぞれの場所で同じ時間を共有しながら楽しめる、まさに新しい生活様式への挑戦となるイベントとなりました。またユーザーの皆さんにもたくさんの素晴らしいコンテンツを投稿いただきました。さらにコンテンツの視聴者とコメントをしてくれるユーザー、それぞれの行動の相乗効果によって一層盛り上がり、参加する楽しさを感じていただけたかと思います。2020年のニコニコでは、投稿配信者、コメントクリエイター、視聴者の3者で盛り上がりを生む相乗効果の仕組みをニコニコサイクルズとしてモデル化しました。ニコニコ動画には新たにいいね機能、簡単コメント、ニコニコ生放送にはエモーション、二次会機能、好みタグなどをリリース。これらの新機能は投稿者、コメントクリエイター、視聴者の好きの気持ちが循環してニコニコが活性化することを狙いとしたものです。8月にはバージョン名をクレッシェンドから RE に変更、ユーザーの皆さんの投票で決まりました。10月にはニコニコのロゴも新しく生まれ変わりました。国産のインターネットサービスとして14周年を迎えたニコニコですが、2020年代においてもニコニコといういい意味で緩いサービス名に込められた常識にとらわれない姿勢で、ニコニコらしさという個性は受け継ぎつつも、世の中が変化していく中でユーザーの皆さんと一緒に新たな挑戦をしていきたいという思いを込めています。というわけで振り返ってきましたが、今年も本当にいろいろありましたよね。今年も1年間お疲れ様でした。国田さんも本当にお疲れ様でした。本当にたくさん の, あの皆様に、今回参加いただけるんですね。いや本当にそうですよね。とても、ありがたいことだと思います。今年、ニコニコに投稿、配信、していただいた皆さん、それにコメントを投稿していただいた皆さん、またニコニコを見てくださった皆さん、どうもありがとうございます。今年を振り返りますと、やはり新型コロナウイルスの流行と、それによって世界中のありとあらゆるイベントができなくなってしまったというのが無視できないと思います。しかもニコニコでは2ヶ月後に町会議が迫っている中で、そんな状態で果たして町会議やれるのかというのを、非常に社内の中で話し合いまして、特に情報もなかったような状態で、どうやってやれるかみたいな最善策を常に
考えてて結構大変でしたね。はい、この元々超会議っていうのが、ネットをリアルに再現という形で言ってたんですけど、今度ネット超会議は、リアルをネットに再現したわけなんですけど、技術的には可能っていうか、確かそういう遊びを、自分たちは作ってきたぞというのができた。うまくいったというか、手応えがあったから、夏もあんな短期間に2回もやってしまうような、ことになりましたけど、でも立ち止まらずにですね、遊びを、続けてもらうためにニコニコとして、皆さんのために何ができるのかということに、向き合うことになりましたし、超会議以外にもネットを活用して、皆さんに楽しさを、たくさん提供できるんじゃないかというふうに、考えて、やってきました。そこでですね、ライブ事業者さん、はじめあとはその美術館さん、博物館さんと連携しまして、無観客ライブやリモートで鑑賞できるニコニコ美術館などにも今年は取り組んで力を入れてきました。ネットでその安全に集まってもらえるようにっていうのが大事なんですけど、そこで生放送のネット配信では、技術面のノウハウがかなり蓄積がありますんで、かなり早期にたくさんの事業者さんのお手伝いができたんじゃないかなと思っています。はい、そういったそのライブ配信のような突発的な事象もありつつなんですけど、本来のニコニコサービスも予定通りに運用をして、運用とか改善をね、していかなきゃいけなかったですよね。動画ではいいね機能だったりとか、簡単コメントアナリティクスなどが新しく入りました。で、生放送はエモーションと二次会機能、コメントフィルター機能、好みタグなどがリリースされました。そうですね、ちょっと便利な機能としましては、節約視聴機能ですとか、スマートフォンの、ダークモードの対応などがあったと思います。クリエイターさんを支援する施策に関しても力を入れておりまして、アナリティクスも当然なんですけども、クリエイター奨励プログラムの審査短縮を機能として提供して、かなり早いタイミングで皆さんにお支払いがすることができるようになったと思います。クリショ対応のコンテンツも増やして、皆さんの投稿活動をさらに応援できるような形になってきたんじゃないかと思っています。これもですね、ケイさんを筆頭に社員の皆さんが頑張っていただいたおかげだと思います。この場をお借りしまして、社員の皆さんにお礼を申し上げます。ありがとうございます。来年もユーザーの皆さんにより楽しんでいただけるように頑張ろうと思います。はい、加えて2020年はユーザーの皆さんとの対話にも注力してきました。今までもニコニコ公式ツイッターや窓口ツイッターでも情報発信をしてきましたが、6月からはニコニコの期間番組として週刊ニコニコインフォをお届けしてきました。皆さん見ていただけますでしょうか。番組では今までお伝えしきれなかった開発企画の社員の思いをですね、知ってもらったりですとか、ユーザーの皆さんの声をその場で拾って実際に回答したりしてですね、今までとはまた違った形でみんなでニコニコを作っていくというのを実際に実現してみようとして企画をしてまいりました。社員の思いを伝えることができたというのは非常に良かったかなと思ってます。企画も開発もみんなニコニコ楽しんでほしいという気持ちで作ってますんで、少しでもそれが皆さんに伝わるっていうのは、エンジニアとしても報われるんじゃないかなと思ってます。で、あとはその機能ってやっぱ作りっぱなしになっちゃうと困っちゃうんで、ならないように、ユーザーの皆さんにどうって聞くタイミングがあると、で、あとご意見もいただくというのがすごく参考になってますんで、本当に関係したエンジニアも見てるんで、非常に良かったかなと。はい、本当にありがたいことだと思います。実はですね、ここでご紹介したもの以外にでも、たくさんの機能改善を、2020年は続けてまいりました。視聴者の皆さんにはですね、2020年機能改善の振り返りの記事を、ぜひご覧いただきたいと思います。改めまして、来年も公式アカウント、窓口アカウント、週刊ニコニコインフォをどうぞよろしくお願いいたします。ケイスさん、去年は新バージョンの話をしましたが、はい、来年の目標はどうしましょうか。どれを言ったらいいかみたいなのあるんですけど、やっぱその、皆さんがずっと待ってたぞっていう機能で、これ一生ニコニコ入らないんじゃないかみたいに思われたと、機能も、入れていきたいと思う。そうですよね、ずっと待ってたっていうような、思われてる方多いと思うんですけど、実はちゃんと検討していてやりたいと思ってるんですよね。はい、ありますので、はい、なのでぜひ来年はそこに、ね、入れて、はい、より良いニコニコにしていきたいなというふうに思います。それでは改めまして、今年1年本当に皆さんありがとうございました。こうやって皆さんにお話できるのもニコニコを使ってくださる皆さんのおかげだと思っております。来年もどうぞよろしくお願いいたします。皆さん良いお年をお迎えください。今年1年、ありがとうございました。来年も皆さんと一緒にニコニコできるように運営一度頑張ってまいりますので、引き続きニコニコよろしくお願いいたします。